一度ご起立願います。で開式の言葉、ただいまより令和3年度千葉科学大学学部大学院学域授与式を挙行いたします。国歌斉唱。本日は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から成長に変えることとしておりますので、発声をお控えいただきお聞きください。学域医師の前、本学薬学部薬学において所定の課程を収め、本学を卒業したので学士薬学の学位を授与する。令和3年9月15日千葉科学大学学長木曽久を代表しておめでとうございます。薬学部生命薬科学科卒業者2名は本日欠席となっております。薬学部卒業生で着席。危機管理学部卒業生起立で医療機器管理学科2名、代表佐藤博美、はい、
学域佐藤博美、本学危機管理学部医療危機管理学科において所定の学位を収め、本学を卒業したので学士危機管理の学部を授与。令和3年9月15日千葉学大学が直属いさ代表しておめでとうございます。危機管理学部卒業生で着席。大学院学位期授与。本日大学院修了者、伊藤志智子さんは欠席となっております。お名前の紹介とお返しさせていただきます。学長挨拶、基礎学長お願いいたします。はい、皆さんおめでとうございます。皆さんのこれからの門出をお祝いして、私から2つのことをお話したいと思います。皆さんこの大学でですね、勉強されて、この大学のモットーであるですね、2つの一つは人を助けたいという、人を育てるという、我が大学のですね、見学の精神がございます。だってこのことと、それからもう一つ大きな特色はですね、危機管理というものをこの大学は非常に重要視して、その危機管理を学ぶということもですね、この大学の一つの精神、として、大きな柱になっているわけでございます。この2つの点についてですね、まず前者について、人を助けたいということ、これは、気持ちの問題ですので、ぜひ、これからもですね、いろんな道に進んでいかれると思いますけれども、忘れないでいただきたいと思います。私は人を助けるということは、その前提があると思っています。その前提というのは何かというと、自分が強くならなければならないということです。その自分が強くなければですね、人を助けることも実際できない。まさに健康に留意してですね、体力、精神的にも気力両面でですね、強い人になっていただきたいと思います。自分が人に助けられなければならないで、そういう状態で人を助けることはなかなか難しいと思います。人を助けようということは、まず自分を強くしていただきたいと思います。それが一つです。次の点、危機管理についてお話をしたいと思います。これは非常に重要な、私はポイントだろうと思っています。危機管理、皆さん、勉強されてですね、いろんな危機管理についてお考え持っておられると思いますけれども、私はですね、危機は避けなければならないというですね、基本的な考え方です。危機をどうコントロールするか、そもそも危機になる前にですね、危機にならないようにするにはどうすればいいかということをですね、常に考えていただきたいと思います。一方ですね、この危機についてはその別の見方があります。
歴史を見るとですね、大きな危機というのは、自然災害は除いてですね、まあ、社会における大きな危機はですね、あるグループにとっては大きな危機だけども、別のグループにとって大きなチャンスであることは間違いない。もしその大きな変動がですね、避けることができないものであればですね、私はこれを避けるというよりはですね、これに乗っていく勇気を持っていただきたいと思います。それが一つです。危機管理、というのはですね、まあ、危機の問題と実はリスク管理の問題が二つございます。どう違うんだということですけれども、リスクはですね、まあ、私から言えばむしろ積極的に取っていく必要があるものだと思います。繰り返しますけれども、危機は基本的には避けることを考えると。リスクというのはですね、むしろ積極的に取っていく。すべてのものにはリスクがあります。これから人生を皆さん渡っていく中でですね、いろんなそのオプション、こちらに行こうか、あちらに行こうか、それぞれリスクがあります。何もしないこと自体がですね、大きなリスクであることは、よくあることです。どちらに行ってもですね、リスクは避けれない。問題はですね、そのリスクをうまくコントロールできるかどうか。それは計算をするしかないということです。日本語では何て言うか分かりませんけども、計算されたリスクという言葉が英語にはあります。計算されたリスクは取るべきだ。計算されたというのは、あまり自分にとって大きなリスクはそれを避けるべきだと思いますけれども、ある程度のリスクをですね、積極的に取っていくというですね、そういう気持ちを持っていただきたいと思います。リスクについてはですね、いずれにしてもどちらに行ってもいろんなリスクがあります。ですからそのリスクをですね、自分の立場でよく前もって考えて、そして慎重にですね、自分の道を選んでいただきたい。リスクは私は積極的に取るということをですね、ぜひ考えていただきたいと思います。これからの時代ですね、大きく多分変わっていかざるを得ないし、非常に不透明な時代だと思います。ただ、心配することは全くございません。私が先ほど申したような基本的な考え方で、頑張っていただきたいと思います。特に健康にはくれぐれも気をつけて、今コロナの、最中でこういう少しちょっと寂しい、その学位常識になりましたけれども、まあ、いろんな意味でこれから人生いろんなことがあると思いますけれども、ぜひ信念を持ってですね、乗り越えていただきたいと思います。簡単でございますけれども、これを持って私の挨拶にさせていただきたいと思います。本日はどうもおめでとうございます。ありがとうございました。一度ご起立願います。学歌斉唱、お手元の式次第に歌詞を印刷しておりますので、一番をご覧ください。なお学歌につきましても、感染拡大防止の観点から斉唱と変えさせていただきます。苦労しもの
正式な言葉。これをもちまして、令和3年度千葉科学大学学部大学院学位及授与式を正式いたします。礼。ご着席ください。